次に9番、直井貴博議員。はい、議長。直井貴博議員。9番、直井貴博です。今定例会では、市民共同のまちづくりと自治会について、一問を通告させていただいております。それでは、早速、質問に移らさせていただきます。小田川市長は、今回策定しました第二次総合計画、後期基本計画の中で、つくばみらい市が、大切にしたいことの中の一つとして、地域コミュニティ創出を支援し、市民、行政が一体となって、課題や問題点を解決する市民共同の街を謳っております。私もこれからの街づくりにおいては、市民との共同が大切だと考えています。令和3年8月には、つくばみらい市の玄関口である未来平駅近くに、未来平市民センターが設置されました。未来平市民センターの中においては、市民活動の支援拠点となる市民活動まちづくりセンターが設置され、さまざまな市民活動のサポートを行っています。ちなみに、私も一市民活動団体の会員としてセンターを利用させていただいており、ありがたく思っております。そこで、市民共同のまちづくりを進める上で、市民に対してその情報の提供や市民活動をするための支援をどのように行っているのか、また市民共同の支援拠点として、現時点では市民活動を行っていない市民に対する共同のまちづくりに向けた情報提供や意識啓発をどのようにしていきたいと考えているか、情報の発信や支援方法など、市の取り組みについて答弁を求めます。市長公室長。直井貴博議員のご質問にお答えいたします。本市に限らず、全国的に価値観の多様化やライフスタイルの変化などから、地域社会を取り巻く環境も大きく変化し、市民のニーズも多様化、複雑化してきております。そのため、これまで行政が担ってきた地域社会における課題等を行政だけでは十分に対応できないケースが多くなってきています。その一方、地域の公共的課題の解決について自ら取り組もうとする市民活動団体等も増えており、各団体において市民の発想や想像力、得意分野を生かした活動も見られる状況にあります。このようなことを背景として、公共は行政のみが担うべきものという従来の考え方から脱却し、自分たちの地域は自分たちの手で作るという理念のもと、市民と行政がパートナーとして協力し合い、共にまちづくりを進めるために、市民と行政の在り方や方向性を示すものとして、平成31年につくばみらい市市民共同基本指針を策定いたしました。また、つくばみらい市市民共同基本指針に基づき、
令和3年8月に議員ご案内のとおり、未来平市民センター3階に市民活動を支援する拠点として市民活動まちづくりセンターを開所し、共同のまちづくりのパートナーである市民活動団体の皆様の支援を行っております。本センターではこれまでにも市民活動に関する支援として、本センターのフロアや市ホームページ、SNS を活用し、市民活動に関する情報や市内で活動する市民活動団体の情報発信を行っております。また、市民活動団体からの相談対応や、各団体がスキルアップするための講座の開催、設備の貸し出しなど、既存の活動を活性化するための支援を行っているところでございます。また、市民活動に興味はあるものの、一歩踏み出せない方や、始め方がわからない方に対して、活動を始める第一歩につながるよう、市民共同シンポジウムや市民の方にとって身近な活動であるボランティアに関する講座の開催、市民活動を体験する機会などさまざまな視点からきっかけ作りの場の提供を行っております。今後も市民の皆様にとって市民活動に関する有益な情報や市民活動を始めるきっかけ作りの提供を行い、共同のまちづくりを推進してまいります。以上でございます。はい、議長。直井隆博議員。今市長公室長から答弁をいただきました。市民の皆様にとって市民活動に関する有益な情報や市民活動を始めるきっかけづくりの提供を行い、市民共同のまちづくりを推進していくと、これからも市内全域に向けた情報発信ときめ細かな支援をよろしくお願い申し上げます。次に、地域のコミュニティとして代表的なものとして自治会があります。私が地域の方とお話をさせていただいていると、区域内を回ったりするのが大変なので、自治会の役員を辞めたい、自治会を抜けたいなど、高齢化の中で役員も高齢になり、また次の担い手となる方がなかなかいないような状況を耳にしています。また、未来平地区ではなかなか自治会ができていないエリアがある実情もあると思います。近年では SNS 等の普及で手軽に趣味や世代といったくくりでつながりやすくなり、プライベートを縛られたくないなどの理由から自治会への加入率が下がっているというデータもあるようです。またインターネット上では町内会の活動に対して、道路のゴミ拾いは行政がやればいい、回覧板が面倒などとの意見も出ており、不要論も飛び交っているなどの状況があるやに聞こえてきます。また会員の高齢化が進んでいることで、若い世代に向けた情報発信が難しいこともあり、そもそも自治会の存在が認識されていないケースもあるようです。会員の減少や担い手不足という現状がある中で、役員に負担が集中している自治体の役員になると、どうしても活動の負担は重くなります。
休日が潰れるだけでなく、平日に会合が行われる場合は、仕事との両立も難しくなってくるでしょう。また、何かあるとすぐに電話がかかってきたり、突然自宅を訪問されたりするようであれば、なかなか気持ちも休まらないと言えます。高齢者に合わせた古いルールのまま会員が少ない自治会などでは、毎年決まった人が役員になる傾向があります。特に高齢者の役員がいる場合は、連絡手段が対面や電話、紙の回覧板などに偏る傾向が多く、デジタルネイティブと呼ばれるインターネットや IT 機器に当たり前に接してきた世代からすると、面倒くささを感じる部分も多いと思います。自治会は任意団体のため、本来加入義務はありません。しかし、加入しないとゴミ出しを制限されたり、ご近所の付き合いに支障を期待したりケースもあるようです。仕方なく自治会に入る人もいると思います。また、会員になると役員への就任が当番制で決まっていたり、イベントへの参加を強要されたりするなど、なかなか断れないケースもあるようです。本市のお話ではありませんが、会費の使途、管理が不透明な自治会もあるような報道を耳にします。会計に関する書類の作成や公開を会員に行わない自治会もあるようです。中には管理しているお金の横領が起こったケースもあるといいます。会員にとっては会費が適切な使われ方をされないのであれば、自治会そのものが不要と考える人もいるのではないでしょうか。このような状況がある中で、市として行政区がより機能していくようになるためにどのようなアプローチを行っているのか、また地域の担い手になる人がいない地域もあり、担い手の確保についてどのように考えているのか答弁を求めます。市長室長。直井貴博議員のご質問にお答えいたします。自治組織の維持につきましては、高齢化などに伴い全国に共通する課題であると認識しております。市が委嘱している行政協力員及び行政事務委託契約を締結している行政区代表者につきましては、市などが発行する文書などの回覧のほか、市民から市への要望、意見調整など行政と地域との橋渡し的役割をお願いしております。以前はその任務の一つに広報誌の配布も含まれておりましたが、平成24年度よりポスティングによる方法に切り替えることで、その負担を軽減した経緯がございます。しかしながら、議員ご指摘のとおり、地域・コミュニティの核となる自治会等につきましても、高齢化により会費や募金の集金などが役員の負担になっていることや、役員の担い手がいないことなどの課題があることの相談も受けており、承知しております。市としましては、自治会の運営等について、相談があった際には、今の運営方法を無理のないような運営の方法にできないか、他の自治会の事例などを紹介しながら、まずは地域の皆さんでよく話し合っていただくなどのアドバイスを行っております。そうした中、昨年度から、上中、東栗山、
安宅、東栗山住宅の東地区4行政区において、地元の方々がお互いに地域の課題やその解決方法などについての話し合いが行われました。そして、東地区全体で地域課題の解決や地域の特性を生かした魅力ある地域づくりを行うための地域コミュニティ組織の設立に向け、現在協議がなされております。地域コミュニティ組織は、従来の自治会よりも広域の組織を想定し、より多くの方々が地域の担い手とした活躍が期待されます。また、役員として特定の個人の過度な負担を分散していくことにつながっていくものと考えております。市でも市民共同のまちづくりを推進するため、新たに地域づくり活動モデル地区支援補助金交付要項をこの3月に定めたところでございます。地域コミュニティ組織の設立を計画されている東地区につきましては、この補助金のモデル地区として活用していただき、3年間をモデル地区の期間として支援するとともに、その成果や課題等について検証してまいります。また、未来平地区でございますが、開発行為の事前協議におきまして、住宅の建設事業を行う事業者に対して、自治会設立を要望するとともに、開発事業者と協議、連携しながら、自治会の設立支援を行っております。なお、この4月には、新たにつなぐ森未来平行政区が設立されており、今後もこの取り組みを継続してまいります。以上でございます。はい、議長。直井貴博議員、はい、答弁ありがとうございました。東地区においてですね、3年間をモデル地区との期間として支援し、その成果課題等を検証するというこの事業に対しては大きく評価をし、せっかくこういう大きな新しい事業に挑戦をしているわけですから、課題の抽出と検証を行っていただき、しっかりとした成果が得られるようお願いいたします。最後に、私は市民がこのつくばみらい市に住んでよかったと実感できる地域づくりを進めていただくためには、それぞれの自治会等の課題を把握し、行政がより機能していくようにしなければならないと思いますが、市としてこれからどのように取り組んでいこうと考えているか答弁を求めます。市長公室長。直井貴博議員のご質問にお答えいたします。各自治会等が抱える課題はその地域ごとに異なることがございますが、役員の負担や担い手不足など共通する課題もございます。市としましては市民と行政が一体となって課題や問題点を解決する市民共同の町を推進するため、先ほど答弁いたしました東地区の新しい取り組みへの支援及び検証を行いながら、その取り組み内容や成果などの情報を広く周知していくことにより、同様の取り組みなど各地域に広げてまいりたいと考えております。また、市民一人一人が地域に誇りと愛
着を持つと同時に、まちづくりへの関心を高めていただけるよう、地域の歴史、文化などの魅力を発信するとともに、地域が抱える課題や自治会等の必要性についても継続して啓発し、地域活動に参加する市民意識の醸成を図ってまいります。以上でございます。会議長。直江貴博議員。自治会問題を喫緊の課題として認識を持ち、課題の解決に向けて対応していることは高く評価をさせていただきたいと思います。これからやってくるであろう都市間競争の中で、やはり市の生き残りの中で、この市民共同のまちづくり、どうしても避けては通れない大きな大きな市の事業であると思います。どうぞ可及的速やかにこの市民共同のまちづくりが進むことをお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わります。以上で直井貴博議員の一般質問を終了いたします。